9月の18日金曜日に、ミニオンクトヨタ GR ヤリスナンバーワン決定戦が開催されることが決まりました。なんだって GR ヤリス。そうか、空力さんが送ってきたのってそういうことだったのか。はい、改めて今回開催されますイベント、ミニ四駆トヨタ GR ヤリスナンバーワン決定戦 in GR ガレージ西宮ということで、9月18日夕方6時からハイパーダッシュ基地チャンネルにて生放送いたします。前回のスープラナンバーワン決定戦と同様に、今回もハイパーダッシュモーター限定の3000円レギュレーション。それでじゃあ今セッティングされているパーツというのが VZ シャーシファーストトライパーツセット900円、 AR シャーシ FRP フロントワイドステー260円、 FRP リアブレーキステーセット380円が2つ、 AO パーツ2mm ロングビスロックナットセット200円、これの合計というのが、はい、現在のセッティングで2120円。もう少しセッティングを組むこともできますが、あんまり見せると今度手の内明かすことになるんだよな。これ以上のセッティングは生放送で公開するとして、今回やりますのはボディの塗装をやっていきたいと思います。ではまずボディをきれいにしていきましょう。使いますのはパーツクリーナーとスポンジ。クリーナーをスポンジに吹きつけてボディを拭いていきます。はい、一通りきれいに拭いたところで、まずはベースカラーとしてピュアホワイトで塗装していきます。少しぐらい光沢出たかな。そしたら次に好きなカラーで色を塗っていきますが、特にチャンネルカラーの指定というのはないので、赤と青で塗り分けてトリコロールカラーにしたいと思います。そうすると白で塗った中央部分は塗りたくないのでマスキングをしていきます。どんな感じでいこうかな。ルーフの縁に合わせてこの部分を白で隠します。マスキングテープしっかり貼っていないと色が入ってしまうので、隙間がないように貼っていきましょう。それでは塗装していきます。はい、センター黄色でも良かったかもね。それでは剥がしてみていきましょう。さあ、果たして出来栄えはどうなったでしょうか。はい、こんな感じで色分けができました。なかなかうまくいったんじゃないかな。あ、この辺失敗しちゃったか。でもまあステッカー貼るし大丈夫だろう。そうでもなかった。では最後ルーフにもステッカーを貼って、はい、これで GR ヤリス T ひろき号完成です。おお、いいねいいね。これは誰よりもセンスがあるマシンになったね。というわけでミニ四駆トヨタ
GR ヤリスナンバーワン決定戦、T ひろきはこちらのマシンで出場します。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。